プロトゥールズのマーカーとメモリーロケーションのシステムが大幅に強化されたことで、トラック上に色分けされたコメントが追加でき、サウンドワークフローが改善され、またメディアコンポーザーとのプロジェクト交換も改善されました。メインのマーカールーラーに加え、すべてのトラック上にそれぞれマーカーを付けることができます。マーカーコントロールビューでは、追加するマーカーのトラックをターゲットにしたり、ビューを切り替えることができます。 プラスボタンを使用してトラックにマーカーを素早く追加することもできます。新規メモリーロケーションウィンドウにはマーカーの場所と16種類のカラーオプションが表示されます。トラック上のマーカーは専用のレーンに表示され、マーカー間をタブで移動したり、ダブルクリックで範囲を選択したりできます。マーカー間のスペースを色で塗りつぶすかどうかを選択できます。ツールバーのマーカーを編集に追従ボタンは、 トラックマーカーが存在するクリップに追従するか、独立したままにするかを選択できます。例えば、エフェクトや ADRQ の場所など、特定の場所をマークする場合は、マーカーがクリップ編集の影響を受けないようにします。ただし、マーカーが特定のクリップに関連している場合は、リンクしたままにします。どちらのモードでも、マーカーは手動で調整でき、トラックとメインマーカールー,ラーの間で移動できます。 Mac ではコントロール、Windows ではスタートを押しながらマーカーをクリックすると、編集カーソルに移動できます。トラックマーカーレーンでは、マーカー名とコメントの表示を切り替えることができます。この例では、コメントビューのマーカーが VCA トラックで合成背景効果のラベル付けに使用され、ミキサーがミックスの要素を確認するのに役立ちます。 ここでは、マーカープレイリストビューに設定されたフォルダトラックにトラックマーカーを追加して ADR セッションに区切りをつけています。<Glad to. S 1> メモリーロケーションウィンドウのサイズは自由に変更できるので、列を拡張して長いマーカー名を表示できます。トラック名で並べ替えたり、マーカーを色分けしたりすることで、トラックマーカーを簡単に見つけることができます。また、トラック名でリストをフィルタリングしたり、 メインルーラーを除くトラックマーカーのみを表示したりできます。現在選択されているトラックのマーカーのみを表示して、リスト上のマーカーを編集したりすることもできます。トラックマーカーによりメディアコンポーザーとの相互運用性も向上しました。メディアコンポーザー2022.12以降で生成されたプロトゥールズセッションではトラックロケーターと色が一致します。 また、メディアコンポーザーでは、重要な情報の多くをコメントに入れるため、デフォルトでコメントが表示されます。トラックマーカーを使用すると、プロトゥールズでセッションを整理したり、共同作業においても作業効率が格段に向上します。